6時間喋った後に続けてのテトリス録画。いやー、このね、限界を戦ってる感じが私にとってはむしろ力になるのですよ。逆境に強い男です。どうもよろしくお願いします。今回こそこの地獄を終わらせてね、あったかい布団で寝るのじゃよ。うん、なんかさ、攻撃のテンポ速くない？怖くない？これやばくない？と思ったけど帰ったな。凄まじい勢いで嵐のような。やんのかこら、やんのかこら、謝るから許せ。お？許せ、許してくださいよ。肩重みしますよ。肩揉んだら許してくれるみたいです。まあちょっと静かですいません。さっきまで戦ってきて、別の世界線を。少しだけ疲れてるのはあるかもしれない。だから今回私はね、なんやかんやちょっと疲れてるぐらいの方が実力が上がるというか、危機感を持ってプレイするので、まあ細かいところに何て言うか気がつくと言いますか、気配りができるんですね、身の上の。はい、なので決してわざと負けに来たわけではない。むしろ勝つ気満々です。私がよく使う言葉で言うなら、そう、勝つ気満々ですよ。ふふふふ。まあこの今の私と遭遇した他のプレイヤーさんはかわいそうですね。負けると分かっていて戦うようなもんじゃ。ふふふふ。お見舞いしてやるぜ。なんかよくわからない積み方をしているような気がしますが、皆さんはまだちょっとテトリス経験が甘いのでわからないところがあるかもしれませんね。私にもわかりません。はい、ですが見てください、順調です。試合結果が物語るのですよ。理由はその後について後で考えればいいんです。私にできることはただ盲目に、そう、ひたむきに前を見て歩くことだけなのです。チャレンジして失敗していけばいいぜ。うん、でも思うんですよ、存分にチャレンジして失敗して学んでほしいっていう人もいます。だけどそれってさ、結局チャレンジしてうまくいった人が言うだけで、私がやったらそれが致命傷になって、あの、再起不能のノックアウトになるかもしれないじゃないですかってよく考えます。実際どうなんだろうな。まあ挑戦しないと前に行けないのはわかるよ。でも実際そう考えたらすげえ怖くない？あんたは成功したからいいけどさーみたいな。うん、まさに陰キャのものの考えだよ。そんな陰キャ代表として私は今回このテトリスに臨んでいる。そう、勝つために。さあ他の皆さん、覚悟の準備はよろしいですね。私に敗北し枕を涙で揺らす覚悟はできましたか？今回でこの企画は終わりを迎え、私の夏は新たなシーズンへと向かう。そういえば夏休みのシーズンが始まりましたね。でこれ最近気づいて、よく放送とかではお話ししてますけど、マリオカートのシリーズを結構投稿してたんですね。うん、なんだかんだ一番長いシリーズかもしれませんね、私の中では。なんですが、YouTube の方に投稿してる動画がなんとニコニコのおよそ 25% という驚愕の事実が最近明らかになりましてね、やる気なかったんやなって。なのでそれも含めていろいろちょっとやっていきたいですね。お？こんな話をするということはもしかして、そう、まさか YouTube だけの話をここでするわけではござらん。つまり近日あのシリーズが入ってくるかもしれない。お前はいつまであの同じゲームをやってんやと言われそうですよね。入ってくるかもしれない。ここでなんかボロクソにバッシングされてたらなかった。せっこい考えで、あ、せっこい考えでいいで。よし、とりあえず今はね、この試合を制することだけを考える。この試合に負けたらもう白紙でしょ、空気的に。なんか勝ったらやるみたいな空気だもんな。私がどれだけ、あのゲームをやりたいか、私のそのメンタル力が今問われている。
本当にやりたいのならがばらないはずだし、しっかり勝つところで勝つんでしょうね。本当にやりたいならね。いくぜ。カウンターしてるだけなんじゃが結構バッチ取れてますね。よし、怖い怖い怖い、あ、やば、ちょっと抑える。危機管理できてるよ、ちゃんと。危ないところでちゃんとリスクを抑えて行動をとる、それだけで勝利の確率はぐんと引き上がるはず。ぐんとね。どうしようかな、どうしよう。お、やば、ちょっと長い棒に依存しすぎじゃない、これ。怖くない？私超怖い立ち上がりすぎでしょ。やばいやばい、やっちまったな、これやりすぎた。これリカバリーするの超大変だよ。気づいてからではもう遅い。いいえ、気づいた時から頑張ればいいんです。無責任なこと言うよ、私今日やったの、やらかしたの自分だからな。自分で取り返すしかねえ。失点はいつだって自分は一番の理解者であり、うん、唯一の味方なんだよ。そう、他人はなんだかんだいざって時になんやかんや裏切るもの。そう、お腹痛いから話しかけないでみたいな感じで裏切るんだ。そうだ、お腹の調子だけでたやすく切られてしまうんだ。ああ、恐ろしい。ちょっと待って、ちょっと待って、話せばわかる、話せばわかる。裏切らないでくれ、私を捨てないでくれ。捨てられた捨てられた捨てられた、今捨てられましたよ皆さん。どうするどうするどうする、処す処す、やばいよやばい、くそやばい、今私は焦っている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 。ああ、綺麗にはまっちゃった。うそーん、セミの音が虚しく響くよ。意外といい順位ではあるんだよな毎回。もしかしてこれ本当に終わらないパトゥーンでは。みー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 、はい、何の話したっけ結構真面目に取り組んでたからさ。カウンター戦法も最近はちょっとあんまり通用しなくなってきたんで、じゃあどうしよう。イダテンの心理行くぜ。俺の速さについてこれるかな。シュイーン、シュ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 、疲れたんでやめます。特に意味ねえし体力消費するだけだろう。やめよう無駄なことは。虚しくなったしな今、すげえ寂しくなった。これ部屋で一人で言ってんだぜ、正気じゃねえよこいつ。頭がおかしい。そう、私が実況なんという実況という活動を通じて学んだことがある。そう、部屋で独り言言ってゲームするやつはおかしい。攻め立てろ、襲いかかれ襲いかかれ。よし、結構いったんじゃねえか。まだ逃がさん、潰す潰す、ひねり潰す潰す潰す、ひねり潰す。続いてぜ、棒がうがつなよ、えらいことになるぞ。うがってんじゃねえか結局。ちょっと消す。うがつにしてもほどほどにしろよな、リカバリーできる程度にしろよな。その後始末すんの私なんだぜ、要するに自己責任だぜ。大変なんだよ。そう、現代アートを作るのはほどほどにしておけ。
やばい、現代アートが強化されていく。なんとかなったか。ないないない、まだ油断するな。よし。にしてもなぜセミは鳴くんでしょうね。そう、ゲーム実況なんかしてる私が言わせてもらうと、他にすることはねえのだろうかと。過激派だ。全国のセミを敵に回しましたね私。これから多分すげえ録画のいい場面が撮れそうな時に多分セミ兄貴に泣かれるでしょうね。うん、マリオカートとかで盛大に草が生えた瞬間にゲーだけで割れたミー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 来るだろうね。恐ろしいぜ。私にとっては最高の嫌がらせだ。実際問題かなり辛いもんがありますね。いい映像が撮れてる時は静かにしてほしいってのはある。よし、くだらん話はその辺にしておけ。よし、行くぜ。とどめ打ちでバッジを獲得を狙います。取れた。よしよしよし。結構いい感じか。よしよし、いい感じにバッジがお恵みされてんぜ。おい、いいねいいね、両方ともこれ来ちゃったか。なんかすごいことになってるよ。 T スピンどこですんのあれ完全な失敗作だよあれ。どうすんの、あれこそが現代アート。そうだね、テーマ、あの作品のテーマは何ですかと聞かれたら、そうだね、理想と現実ってやつ。よし、割と苦しいぞ。セミが割と元気に、あーセミのせいでミスった。セミを言い訳に利用していけ。うん、セミが悪いよ。セミが最大のライバルはセミか。やってくれんぜ。だが T スピンでうまく処理できた。このまま押していこう。バッジの取りすぎで集中砲火に気をつけたいところですね。セミが鳴かないタイミングに録画すりゃいいんだろうが。いやちょっとあの地獄企画2日目にしてちょっと収録期間がギリギリでな、そうも言ってられねえんだ。致し方なしです。おう、いいでしょう、お相手して差し上げよう。死にたいようですからね。私は親切にあなたをあの世に送って差し上げる。私は今からとどめ打ちしかせんからな。ふふふ、即席麺。あじゃない、よし、ごまかした。誰も見てない、セーフ。ガチトーンやめろ。自分で笑う時がある。やめろ、焦るな。自分がガチで焦ってるって分かる時ほど滑稽なもんはね、さっきから強がってんだからさ。私より今日はセミの方が喋ってるな。実況者としてそれはどうなんですか。なんか眠い。ちょっと肩のマッサージをしてな。いやマッサージしてほしいな。知らん、美少女にな、なんかあるじゃん。あるの、ないな、なんだろう、オイルを塗ってほしいんだけどっていうシーンを思い浮かべた。オイルを塗るシーンなのになぜ私がマッサージされることになってるんだ。まあいい、実際あんなシーン皆様は経験したことがありますか、人生で。塗ってくださるみたいな、うん、あれどうなんだろうな、味わった側の気分はどうなんでしょうね。聞いてみたいね。まあ私はその誘いに乗ったら多分あれだ、御用ガーディアンされちまうんだろうな。ミスったな、何気に今の。あんな細長いのうがつ必要なかったでしょう。まあ結果オーライってね。さあ
またここまで残ることはできた。今日も生き延びることができた。だが、ここからだぞ。ここからが本番だ。今までのは初戦、あれだ、前哨戦よ。おまけおまけ、ここからが本番。ここで落ちてしまったら意味ねえんだよ。ここで勝たなきゃ意味ねえんだよ。そう、勝たなきゃゴミというやつだ。だから私はゴミだったんで。ほら、そういうことするよね。君たちはいつもそうだよ。突然私にひどいことする。だが、今回は私もあんたらにひどいことをしてやりたかったんだけど、これどうすればいいと思う？これ割と凄まじいことになったよ、今。すごいな、神の一手だよ。囲碁界に旋風巻き起こしちゃうよ、私。シャレになんなかったけど、なんか結果としてすげえいい方向に向かったのが草。自分で自分に草生やしてんじゃねえぞ。結局、やっぱダメじゃん。今回も終わらなかったのか。へけ、へけ。消さなきゃ死ぬ。あ、生き残った。生き残ってない。生き残って。あ、あ、とんでもないことが起こったぞ。ちょっと待ってくれ。あれどうすんだよ。収拾つかねえじゃん。どうすんの。間に合って。間に合わないでござる。生き残れたじゃん、今日は。ぜー。言うてほら、前回は全部2位で、今回は全部4位かよ。くっそー。はか、ミスターさん同様に私もワザップにやられてしまうぞ、この順位は。いかんね。では、今回も終われなかったですが、セミ聞こえる？皆さん、セミの音聞かせてあげよう。どう？終わります。ありがとうございました。